ピセラ TV のぶです。ミキティです。ハプセラ TV やーやーを流行らしましょう。流行るかな。流行るかな。やってくれる人いるね。やってくれるよね。もうみさきちゃんなんかね、いやー TV はね、やってくれる。みさきちゃんなんかこう、いやー、ね、可愛かったよね。はい、ということでこの番組はセラピスト応援番組となっております。はい、あの同じセラピストが一緒に成長していけるような内容の動画を作っていこうと思ってます。あとね、みんなで、はい、あと一般の方もセラピストを選ぶ、あの基準とかね、だったりとか、あとはあ、こういうやり方あるんだとかしていただくことで安心して受けていただけるような内容だったり、参考になることもね、ちょこちょこはあると思うので、一般の方もね、あのこの間撮ったやつもそうだけど、あのフラセボ効果じゃないけど、やっぱり意味が分かると受けてても、なんかその力入っちゃったりとかないから、お客さんも高まる。そうだね、お客様もそうだよね、ためになる。そうそうそう、フラセボ効果と、やるやらないじゃないよね。やるやらないじゃないね。ということで今回どうしましょうかね。はい、じゃあ、はい、今回はまあちょっとね、賛否両論あるような内容かもしれませんが、実際にちょっと3月にあったことをちょっとお話しできたらなと思います。はい、はい、まあ、3月、まあ、あのおかげさまでね、あのあんまとハリと球が取れて、まあ、すっきり働けるようになったわけですよ。はい、すっきり。はい、で、まあ、あの卒業式とかがある中でも、まあまあまあ学校がある時よりはバチバチに働いてやってて、もうとにかく安心して施術してるから、施術が楽しかった。でやってたら、たまたま普段いる結構ベテランのスタッフさんのお客様が、その日いなかったから、その子がいなかったから私が、そう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 、じゃあ大倉さんで一回はやってもらってみようかなって言っても、いらしてからずっと通ってる方だから、8年とか、まあ1年ぐらいからかな、奥様が先通ってて、8年ぐらい通って、奥様は私がやってたんですよ。ほんで、いらした。で、私、結構しょっちゅういらっしゃる方だから、まあ、まあ、そんなにひどくないだろうという、こう、甘さ、強めのスタッフがやってるし、結構、ちょっとごめん、俺の携帯で撮っちゃってるから、アートでもらわなきゃ。エアドロップがなんか行かないじゃん。LINE で送ってもらおうかな。あ、そうすか、そうすか、はい、じゃあ5分以内で収めます。はい、で、そういう風に施術をするってなった時に触ったら結構やばかったんですよ。でも自律神経来てる感じっていうのと、さっき来た時ちょっと話したんだけど、自律神経いってるとガチガチになるよね。そう、もうなんかその血が通ってない、ちょっとまあ、そういう人いるよね。起立筋がちょっとカスカスの死んでる状態系、もう細胞が死んでんじゃねえかみたいなね。そうそうそう、なんか生きてる弾力がないような状態だったんですよ。で、首も途中のところがもうちょっといびつにこう歪んでたし、あ、やべえと思って、やばいってなるね、それね。40分だったんですよ。え、コースだ。コースが。で、それ勘弁して。そうそう。どうしようと思って、あのマジでもう今も筋肉パンパンになったんだけど、マジで超本気出したんですよ。で、そしたらなんか、まあ本当にありがたいことに、あの口コミでね、神業でしたっつって、で1週間後にもう一回来ていただいて、で来ていただいた時にやっぱり自分の施術の、まあまあ言っちゃうとあれですけど、正しさみたいなのを知って、まずその起立筋の隙間がちゃんとできていたっていうのと、動きがちゃんと ある状態で1週間後戻ってきたから、もう一歩先の施術ができたんですよ。で、要は何が言いたいかっていうと、この死んじゃったって言ったらですね、あの死んだような大変な起立筋、私自分がそれ経験したんですよ。で、これ呼吸できないぐらい苦しい、背中ガチガチだと前もすごいことになってるだろうね。そう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 、で、それを一回ぶっ壊すみたいな、そう、そういう施術をした上で、でもその後も欲しいから1週間後に来てもらうっていうこの流れが、ちょっと3月何人かそういうことができたので、あ、まあ、それだし、告知受かってるからこう、自分の中でもね、テンションが、自信もね、あったり、そう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 、そういう安心感がね、そうそうそう、あったと思うので、まあなんかそれを動画でね、どのぐらい伝えられるかわかんないですけど、やっていけたらなと思いますので、じゃあ私の体を使って、もうその人にやったぐらいやっていいですよ。俺泣いちゃうかもしれない。一回だけね、なんか私あんまりやっぱ筋肉ぶっ壊したくない系なんで、いやいや、必要がない。見たい、見たいでしょ。そうね、一回こういう感じよっていうのやりましょう。まあ痛くてもいいから、はい、多少ね、はい、多少ね、やっていきましょう。はい、レッツ。ゴー、セーフ、5分以内だから。行ってみよう。なんかやっぱ敵面にやっぱさ、暗くなっちゃうよね。お化け感出ちゃうけど、まあいいか。お化け感出ちゃう。お化け感出るね。ホラーな感じでお楽しみください。じゃじゃーん。そんなわけで、私がこのね、背中をやってった時に、まあちょっとこう気をつけたというかね。まあまあ脱力してもらうのも大事だけど、最初に、まあ、やっぱりこう、ちょっと、あ、いきますよ。銃殺警察
警察と銃殺って違うんだ。ちょっとやっぱ重さつけてこうやることで、そう、もうちょっと筋肉のその硬さというかそういうのを感じながら勉強になるわ、ね、警察と違うんだ。そうやっていくみたいなのとかもあるけど、でその時にこうやってこの人がどのぐらい動くかを今手根部で起立筋引っ掛けて、で仙腸関節引っ掛けながら、まあ、どのぐらい動くかなみたいな感じでやっていくわけじゃないですか、うんうんうん。でまあ、あのもう30分40分しかなかったんで、もう反対もね、あの同じ側からやらないともう間に合わないんで、はい、間に合わないんで怒ってないよそうそうそう、でやって、で1箇所だけで狙ってるともう間に合わないんで間に合わないんで、うるさい。新圧を一気に2箇所入れて、あ、なるほど、一気に2箇所入れて、うん、ちょっとこうどんぐらい動くかなみたいな、はいはいはい。でもやっぱのぶちゃんもね、背中やっぱ結構カチカチ触らせていただくと、あ、最初はね、うん、で私やっぱね、よくね、スタッフさんとかにも言うんだけど、うん、この女性のね、ブラ線ぐらいの位置、はいはいはい、ここってすごい、やっぱこの10センチぐらいってすごい詰まるじゃないですか。詰まる詰まる。で、あとここがスッキリすると逆にかなり気持ちいいじゃないですか。気持ちいいし、姿勢改善だね。そうそうそう。で、今は極突起とその起立筋の間の溝のところをちょっとこう広げてあげるイメージでこうやるじゃないですか。で、この人の筋肉のタイプによるけど、のぶちゃんの筋肉割とちょっとムニムニ逃げる部分もあるので、うんうん、あの、あんま急いでやるとこうずれちゃうんだけど、筋肉の筋腹もやる、あ、うん、あの筋肉自体をちょっと柔らかくするみたいのでやったら、はい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 、今度は外縁、起立筋の外縁のところを引っ掛けて中に寄せる、はい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 、うん、っていうのをやって、これ私もやります、うん、はい。で、結構外縁ってさ、うん、引っかかってる人多くない？ああ、多い多い。で、うん、ここ剥がしてあげるのも大事だと思う。そう、脊柱から外に剥がす人多いけど、うん、これ内側に剥がす人って少ない、ね、そうだよね、うん、そう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 。俺は私はやってます、うん、で、やっぱり時間なかったんで、あの、のぶちゃんのこの四肢引っ掛け、あ、引っ掛けね、ちょっとやらせてもらって、これもあの溝のところをやって、で、うんうん、で今度 外からもやる、はい、で、それこそこっちから反対もいけるわけじゃないですか。どっちの方やべえのかなみたいなのとか探しながら行ってやったら、うん、あのもう、力が必要な感じだったんですよ。で、私も肘のローリング、うん、そう、何かって私、甲状腺の使用ができて、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。